貴殿、良い面構えをしているな。一つ世直しに協力してくれんか。この先の村に居座る非道の同心に天誅を加えるのだ。何、民草を虐げる奸賊どもだ。遠慮はいらん。おお、それはありがたい。同心めは多くの部雷を従えている。どう叩くか考えねば。正面から皆で行けば心強いが、犠牲は避けられん。かといって忍び込んで奇襲するなら、どうしても可兵になる。皆で突破するか、少数で忍び込むか。貴殿はどちらが良いと思う？なんと一人で行くと。分かった。だがくれぐれも無理はするなよ。さあ善は急げ、早速始めるぞ。私も戦う。世直しを人任せにはできん。貴殿に潜入してもらい正解だった。まずは助太刀感謝するぞ。いや、目の覚めるような戦いぶりだった。それに比べて小役人どもの無様なことよ。この調子で奸賊をなで切りにして我らが御国を守るのだ。どうした、どこか痛むのか。これを使うといい、よく聞くぞ。何にせよ、貴殿と出会えてよかった。貴殿のような者がいれば三国も安泰だ。